三匹の子熊さん。あるところに三匹の子熊さんがお母さんと一緒に住んでいました。朝になると目覚まし時計が三匹の子熊さんを起こします。三匹の子熊さんはそれから朝のご飯をいただきます。今朝からは牛乳を飲まなければなりません。なぜと言って、牛乳は三匹の子熊さんの体のためには一番いいものですから。けれども困ったことに、三匹の子熊さんは牛乳というものは匂いを嗅ぐのも嫌いです。そしてどうしても飲みません。それを見ていたのが戸棚の中の角砂糖さんです。子熊さんたちは牛乳は大嫌いですが、角砂糖さんは大好きです。気の利いている角砂糖さんたちは、水泳の選手のように見事なダイビングをして牛乳の中へ入ってしまいました。それでやっと三匹の子熊さんは甘い牛乳を飲みました。さて、三匹の子熊さんには一人のお友達があります。アヒルさんです。アヒルさんはお父さんと一緒に住んでいました。アヒルさんがベッドの中で寝ていますと、大好物のドジョウさんが部屋の中に入ってきました。ベッドから飛び起きて追いかけました。ドジョウさんは戸棚の中へ逃げ込みましたので、アヒルさんも戸棚の中へ入ってしまいました。アヒルさんのお父さんは、アヒルさんがなかなか起きてきませんので、お部屋を起こしに行きましたが、アヒルさんの姿が見えません。心配なあまり、アヒルさんのお友達の三匹の子熊さんに電話をかけて、アヒルさんを探し出してくれるように頼みました。三匹の子熊さんは、友達を探しに出かけることになりました。お母さんは、汽車賃に10銭玉をくださいました。三匹は停車場へ来ました。汽車に乗ろうとしましたが、どこへ乗るのか、汽車に乗るのは初めてなので、わかりません。三匹は汽車の屋根に座り込みました。汽車はやがてトンネルに入りました。屋根に乗っていたものですから、跳ね飛ばされてしまいました。トンネルの上を一生懸命駆け出して、やっと屋根に飛び乗りました。あまり力を入れて飛び乗ったので、汽車の中へめり込みましたが、また外に押し出されてしまいました。なぜと言って、そこは子熊さんたちの降りるところだったからです。なんという便利にできている汽車なんでしょう。それから、探偵の犬さんの家へ、アヒルさんの捜索を頼みに行きましたが、犬さんは、この寒さで風邪をひいて、気がむしゃくしゃしていましたので、いくら頼んでも返事をしません。やっと、探偵用虫眼鏡を貸してくれました。
ひるさんの家の方へ歩いていきますと、雪が降り始めました。雪の中を向こうから何やらわからないムクムクしたものがやってきました。3匹の子馬さんが虫眼鏡で見ますと、それは雪だるまのお母さんでした。お母さんはスキーに乗っていましたので滑って転びました。その時にお母さんの下げていた包みの中から雪だるまの子供が3人転がり出ました。3匹の子馬さんは雪だるまのお母さんなどというものを見たのは生まれて初めてでした。あまり珍しいものですから、虫眼鏡を太陽の光に当てて見ているうちに、雪だるまのお母さんはだんだん溶けてしまいました。雪だるまの子供は大変に怒りました。そして3匹の子グマさんを追っかけてきました。3匹の子グマさんは雪だらけになって、おしまいには雪の玉になってコロコロ転がりました。雪の玉はある一軒のお家の戸にぶつかって壊れました。中から無事に3匹の子グマさんが転がり出ました。この家は都合の良いことにアヒルさんのお家でした。アヒルさんのお父さんはアヒルさんがまだ見つからないので洗面器にいっぱいになるくらい涙をこぼして泣いていました。3匹の子グマさんはアヒルさんのお父さんを見て大変気の毒に思いましたので、すぐに探偵に取り掛かりました。3匹は虫眼鏡で方々を探しました。そしてやっと床の上にアヒルさんの足跡があるのを見つけました。足跡は戸棚の前で止まっています。戸棚を開けますと、そこでのんきなアヒルさんはぐうぐう寝ていました。アヒルさんのお父さんはどんなに喜んだでしょう。お父さんは3匹の子グマさんにお礼の印に土壌をくれました。3匹はそれを膨らまして飛行船にして、それに乗り込みました。そしてお家に帰るのです。途中で鳥が飛んできました。そして飛行船をくちばしでつつき破りました。3匹は墜落してある家の煙突の中へ落ち込みました。幸いなことにそこは子グマさんのお家でした。子グマさんはすすのため真っ黒になってしまいました。お母さんは3匹をお風呂に入れようとしますが、3匹はお風呂ときたら毛虫よりもっと嫌いです。そこであちこちに隠れてしまいました。お母さんはやっとのことで3匹を引っ張り出してお風呂に入れました。3匹はお風呂に入ってしまうと、やっぱりお風呂はあったかくていいもんだなぁと喜んでニコニコしています。そして本当にそれに違いありません。これでおしまい。3匹の子グマさん。あるところに3匹の子グマさんがお母さんと一緒に住んでいました。朝になると目覚まし時計が3匹の子グマさんを起こします。3匹の子グマさんはそれから朝のご飯をいただきます。今朝からは牛乳を飲まなければなりません。なぜといって、牛乳は3匹の子グマさんの体のためには一番いいものですから。
けれども困ったことに、三匹の子熊さんは牛乳というものは匂いを嗅ぐのも嫌いです。そしてどうしても飲みません。それを見ていたのが戸棚の中の角砂糖さんです。子熊さんたちは牛乳は大嫌いですが、角砂糖さんは大好きです。気の利いている角砂糖さんたちは、水泳の選手のように見事なダイビングをして牛乳の中へ入ってしまいました。それで、やっと3匹の子熊さんは甘い牛乳を飲みました。さて、3匹の子熊さんには一人のお友達があります。アヒルさんです。アヒルさんはお父さんと一緒に住んでいました。アヒルさんがベッドの中で寝ていますと、大好物のドジョウさんが部屋の中に入ってきました。ベッドから飛び起きて追いかけました。ドジョウさんは戸棚の中へ逃げ込みましたので、アヒルさんも戸棚の中へ入ってしまいました。アヒルさんのお父さんは、アヒルさんがなかなか起きてきませんので、お部屋を起こしに行きましたが、アヒルさんの姿が見えません。心配なあまり、アヒルさんのお友達の3匹の子熊さんに電話をかけて、アヒルさんを探し出してくれるように頼みました。3匹の子熊さんは、友達を探しに出かけることになりました。お母さんは、汽車賃に10銭玉をくださいました。3匹は停車場へ来ました。汽車に乗ろうとしましたが、どこへ乗るのか、汽車に乗るのは初めてなので、わかりません。3匹は汽車の屋根に座り込みました。汽車はやがてトンネルに入りました。屋根に乗っていたものですから、跳ね飛ばされてしまいました。トンネルの上を一生懸命駆け出して、やっと屋根に飛び乗りました。あまり力を入れて飛び乗ったので、汽車の中へめり込みましたが、また外に押し出されてしまいました。なぜと言って、そこは子熊さんたちの降りるところだったからです。なんという便利にできている汽車なんでしょう。それから、探偵の犬さんの家へ、アヒルさんの捜索を頼みに行きましたが、犬さんは、この寒さで風邪をひいて、気がむしゃくしゃしていましたので、いくら頼んでも返事をしません。やっと、探偵用虫眼鏡を貸してくれました。アヒルさんの家の方へ歩いていきますと、雪が降り始めました。雪の中を、向こうから何やらわからないムクムクしたものがやってきました。三匹の子馬さんが虫眼鏡で見ますと、それは、雪だるまのお母さんでした。お母さんはスキーに乗っていましたので、滑って転びました。その時に、お母さんの下げていた包みの中から、雪だるまの子供が三人転がり出ました。三匹の子熊さんは、雪だるまのお母さんなどというものを見たのは、生まれて初めてでした。あまり珍しいものですから、虫眼鏡を太陽の光に当ててみているうちに、
雪だるまのお母さんはだんだん溶けてしまいました。雪だるまの子供は大変に怒りました。そして3匹の子グマさんを追っかけてきました。3匹の子グマさんは雪だらけになって、おしまいには雪の玉になってコロコロ転がりました。雪の玉はある一軒のお家の戸にぶつかって壊れました。中から無事に3匹の子グマさんが転がり出ました。この家は都合のよいことにアヒルさんのお家でした。アヒルさんのお父さんはアヒルさんがまだ見つからないので洗面器にいっぱいになるくらい涙をこぼして泣いていました。3匹の子グマさんはアヒルさんのお父さんを見て大変気の毒に思いましたので、すぐに探偵に取り掛かりました。3匹は虫眼鏡で方々を探しました。そしてやっと床の上にアヒルさんの足跡があるのを見つけました。足跡は戸棚の前で止まっています。戸棚を開けますと、そこでのんきなアヒルさんはぐうぐう寝ていました。アヒルさんのお父さんはどんなに喜んだでしょう。お父さんは3匹の子グマさんにお礼の印に土壌をくれました。3匹はそれを膨らまして飛行船にして、それに乗り込みました。そしてお家に帰るのです。途中で鳥が飛んできました。そして飛行船をくちばしでつつき破りました。3匹は墜落してある家の煙突の中へ落ち込みました。幸いなことにそこは子グマさんのお家でした。子グマさんはすすのため真っ黒になってしまいました。お母さんは3匹をお風呂に入れようとしますが、3匹はお風呂ときたら毛虫よりもっと嫌いです。そこであちこちに隠れてしまいました。お母さんはやっとのことで3匹を引っ張り出してお風呂に入れました。3匹はお風呂に入ってしまうと、やっぱりお風呂はあったかくていいもんだなぁと喜んでニコニコしています。そして本当にそれに違いありません。これでおしまい。